いいです。はい。4個目さんいらっしゃいませ。こんにちは。ってことで、はい。どうも、こんにちは。底辺の王と書いて、帝王と読む新帝王です。はい。この時間は平日の昼の部ということで、はい。スーパーファミコン版のドラゴンクエスト6の、起き上がり確率1024分の1のレアモンスターのみを、はい、集めて、縛り攻略する配信やってます。はい。題して、人外の底辺がレアモンスターのみでクリアする配信。今日はその38、キングスライムの4匹目のコンマに、はい、押してますんで、はい、よろしくお願いします。いや、寝ろじゃなくて、寝れないんですよ。はい、7個目さんいらっしゃいます。ストロンガーですか？いましたね。はい。7個目さんいらっしゃいませ。こんばんは。はい、8個目さんもいらっしゃいませ。まあ、1024分の1やばって言ってもね、言っても、一応ね、全体で、まあね、1024分の1って14匹いるんですが、まあ、半分一応終わってるんで、あと半分ですかね。言ってまだ7月ですかね。当初の予定だとね、年内いっぱいまではね、がかかりそうかなと思ってたんですが、結構ね、引きがいいからあんまりね、今のところ、あんまりハマってないですかね。はい。神道さんいらっしゃいませ。はい、どうもこんにちはです。もうやだこれ。やだ。はい、でも、いや、やめるわけにはいかないですかね。38？ ん？11個目さんいらっしゃい。38って何の数字？どれかな？ 38 って。ん？はい、はい、12個目さんいらっしゃいません。ラハリホね、ちょっと眠いんですが、うん。はい、上手に言って、使ってないですよ。これ、リトルフリックでやってますけど。いや、違いますよ。寝れてないんですよ。まあ、5時間ぐらい寝てるんですがね、なんか。結構最近なんか汗がたまで。うん。公式ではフントって、桜大戦、公式ではフントなんですかね。嫌ですよね。なんか、フントっていうのはね、ちょっと嫌ですよね。僕は花丸がいいと思いましたから、はい、じゃあやっていきましょうか。はい、だから朝まで配信しろって。いやですよ。いや、もうちょっともう今日からやることないなと思ったけど、結構ね、動画、録画した動画が溜まってるんで、それね、また YouTube に上げる作業があるから、今日から寝れなかったら、YouTube の動画アップに、そっちの方に、はい、やりますんで、うん、配信は特に増やすつもりはないですから、うん、いくらもらえたら運動時間やる？え？これ録画なの？いや、24個目さんいらっしゃいませ。こんにちは。いくらもらえたらって言っても、前に、やるやらない以前に、前にね、キングダムハーツ動画だ。キングダムハーツは、いや、100万っていうか、その前に僕24時間配信ができないというかね、去年ね、あれ見たいんですか？いや、あれ FF 投資のあれですからね、基本通常プレイだからあれ上げなくていいかなと思って、まあ動画はまだ残ってますけど、アップロードはいいかなと思ったんですが、イージータイプ見たいですか？まあ、イージータイプだけなら上げてもいいかもですが、24時間はね、昔ね、チャレンジしてね、24時間どころか、17時間でね、僕、ギブアップしちゃいましたからね、まさかの。ね、もうだ、24時間やれる体力がないですよ。ジョニーデさんが切れてた動画は、多分 FF12 のどっかでしょう、あれでしょ。そうですか。身代わり。ジョニデさんが切れてた動画は多分 FF12 のどっかにあるでしょうから。まあそれでどっかで見れるんじゃ、まあボイス聞けるんじゃないですかね。録画でもいいけど仲間になるシーンだけ。録画じゃないでしょ。生配信でしょ。録画だったらね、それこそね、いろいろ不正だなんだね、チートだとかね、イチャモンつけられるんですから。ね、そういう不正をやってないってこともあるから。うん、ね、これは生配信でね、1日ね、まあね、無理せず1時間半でね、うん、コツコツちまちまやってるんですよ、うん、あれが一番楽しそうだった。イージータイプ楽しい、うん、でも結構きつかったですよね。イージータイプ
ね、イージーとは名ばかりのね、チェックを。うん。難易度的にはね、本編より弱ね、きつくなってるってね、側面もありましたからね。ちょっとあれは予想外でした。うん。なんかやりましょうか、じゃあ。うん。あ、お掃除ロボット、戻ってきたんですかね。はい。いや、切らなくていいですから。はい。アルチューピザイルさん、はい、いらっしゃいませ。こんにちはです。50。ね、ちょっと、ここんとこ、ね、結構、連チャンで、ね、1020分の1が、ね、かなり早い段階の下振れになってますからね。またそろそろ、ね、でっかいドハマりが来そうな気もするんですが、そう考えるとまだ50ですからね、今日は。さすがに、これでは来ないでしょうからね、まったりやっていきましょう。回転にゃんこ鍋、これは、うん、これはやったことないかもですね。こんにちは、あんこそば。はい、どうも。ひずみひとさん、はい、いらっしゃいませ。こんにちは、あんこそばです。うん、ちょっとお待ちください。ちょっと、うん、本当に嫌ですよね、なんか、うん、天気がね、雨っていうかね、それでなんかね、湿気でジメジメしてるんです。これってストーリー上は苦戦するところないよな、はい、ストーリー上はまあ、このレベルだったらもう多分、もう多分ラスボスどうでしょうね。デスタムーアがいけ、苦戦するかもってとこですが、はい。名前アンカーさんが4万5000ポイントで配置。おめでとうございます。4万とかいくんだ。なんか前と変わったんですかね。そこまでハイスコアになった記憶もないんですが。何ちょっとやってんだよ。え？いや、違いますよ、あれ。無操作ですよ、多分。このゲームも多分、無操作だけど、なんか、ね、最初って多分これ、ね、自動的に移動するっていうか、なんかあれだから、うん。いや、操作はしてませんよ、うん。ね、ゲームによっては何も操作してなくてもね、なんか一定ポイントね、溜まるっていうか、入る仕様のものがありますから、うん。そっち系の類ですから、うん。いや、やってませんよ。っていうか、仮にやってたって別に、仲間集めの作業に支障がない範囲でやってるんだったらもう問題ないでしょう、ね。ちゃんと狩りはやってんですから。52。大魔導士。あれ？ん？あれ、大魔導士で終わりでしたっけ？誰？ウィンドマージか。ああ、そうですね、うん。ちょっと戻りましょう。はい。ちょっとすいません。ちょっと、まずい。トイレ行きたくなってきた。ちょっと、ごめんなさい。ちょっと、うん、ちょっとあれですが、ちょっと、
トイレ行きたいんで、はい、どうも、ジョニーピエールさん、いらっしゃいませ、こんにちは。ちょっと待ってくださいね。うん。ちょっと、内緒。ちょっとそれまで、じゃあ、なんかやっててください、じゃあ。はい。はい、早いね、ちょっとあれですね。ちょっともしよかったら、タタワーでもやっててください。うん。ちょっと、長引きそうですから。ちょくくさ。ごめん、ミスった。帝王最低だな。ちょ、く、これも全部帝王が悪い。帝王最低だな。早く戻ってくれよ。ああ、あれすいません。マイク切ってなかったかな。すいません。はい。なんかあったんですか。はい。メロンパンさんいらっしゃいませ。はい。どうも。こんにちはです。すいません。ちょっと。もう僕が悪いってことで。はい。じゃあすいません。再開します。なんでしょうね。ほんと、ここ数日、涼しい日が続いてるからなのか。でもね、涼しいって割には。まだ名前変わってないのか。ん？え？ああ、どうなんでしょう。いや、コテハオの名前は、こっちメロンパンさんで、はい、なってますけど。今日は独立記念日だよ。アメリカのでしょう、別に。ね、ここは日本だし、別に。
だからまあね、って言っても特に僕が何かしようってこともないですし。これから慶応のことをお父さんと呼びますね。なんでですか。噂に聞いたけどこの流れはこれからドハマりやな。なりそうですかね。木曜リセットで更新されると思ったが、どうでしょう。わかんないです。独立しないの？どっから独立？親から自立しろと、ないです。神奈川からジョハニーピエッツェ。なんで神奈川まで。帝王って下手したらリスナーの親父でもおかしくないよな。何ジョニー。また昼飯ステーキ。ジョニーピエールさんですか。はい、すいません、はい、固定班登録てか変更ありがとうございます。はい、67個目さんいらっしゃいませ、こんにちは。何飲んでるの？ね、ただの、ちょっとお腹下ってるから、あったかいお湯飲んでますよ、今は。メロン不変性なるコレプシー。ははは、はい。あ、これで固定版変わりましたね。はい。不変性なるコレプシーってことで。やってませんよ。やってますよ。ね。今日の昼飯は昨日のね、高野豆腐と、あと、ね、こんにゃくとひじきの煮物の残りと、あと味噌汁ですね、いつもの。やってません。やる、やる、やらない以前にお金がないですから。え？いや、僕、牛乳は入れない派です。ミロはあくまで、ミロのみで飲んでます、僕は。ね、本当はなんか牛乳と一緒にね、飲んだ方がいいみたいなあれですけど。枝豆は食べてません。粉で飲んでる。粉で。さすがに、お湯であれしてますよ。お湯でね、ちゃんとまぶね。独立性って言われたの？最初はただみたいな感じで依存していくうちに金取られるんちゃうの？なんで金取られるんちゃうのってそんなことないですよ。最初はただって言ってもだからそうですよ。だから後々取られるって分かってんですからね。そんな金払えるわけないんですから。手出すわけないでしょ。何言ってんですか。ジョニー・ピエールのミドルネームは K でよろ。K ですか。ジョニー・ K ・ピエールってことですか。K って何の略、何のあれでしょうね。コマネチ。コマネチ。なんかやりましょうか、また。回転にゃん、これ初めてでしたっけ？パネル回転させ、道をつないで、なんかこれ面白そう。ちょっとやってみたいかも。猫の、迷子のこの子、おうちまで。っていうかこれ最初は何にも操作しなくてもあれじゃないですか。これどうやんだい。こうか。いやでもこうでもダメだし。ちょっとこれちょっとむずくね。2回目からいきなり。これどうやってつなげないんだ。こう、いやだってこうだって。ちょいい感じ。あ、これタイミングでってこと？これどうすんの？いや、ちょっとこれなんか僕の想定してたパズルゲームとはちょっと違う。タイミングも要されるというか。うわぁ、違う、全然ダメだ。むず。
この猫腹立つわ。ニコニコタワーなくなってるんだけど、はい、帝王さんのせいでしょ。え、マジですか？なあ、木曜日だからなくなったんですか？あ、もうできないんですか？まあ、またそのうち復活するでしょうね。うん、はい、シメジさんが、12,610 ポイントで、はい、1位、おめでとうございます。あ、そうなんだ、タワー、そうなんだ、そっかそっか。そっか、タワーはずっと残るのかなと思ってたんですが、うん。みんなで遊ぶの一番下にあった。あ、ありました？はは、じゃあ大丈夫ですかね、はい。はい、ラボさんいらっしゃいませ、どうも、こんにちは。うん、何もしてないけど、ね。もう全クリできるレベルだよ。もっとやりたいです。一般会員、ゼロやりたくないから運営に圧力かけて。いや、そんなことは知れませんよ。全クリ、全クリ、まあ、変わってないかもですが、ね、どの道ね、クリアしたからって配信終了ってわけじゃないですからね。あくまでね、目的は仲間モンスターね、一応15匹集めきることですから。まあそりゃね、仲間モンスターのみでね、クリアを見たかったって人にはちょっと、まあ残念かもしれませんが。まあ、どっかのタイミングでね、まあね、まあ、暇つぶし的にね、ストーリー進めるのも。何もありませんね。だ、だるまさん転んだよ。ちょっと、作業中は、いや、やりますけど、ただ、どの道まだキングスライム終わってもね、まだ爆弾岩もいますし、ね、クリア前って条件だったらね、まだハグレメタルもキラーマシーン2もいますからね、結局。クリアしちゃね、仲間にできないやつでね、結局最後のランプの魔王だけなんですよね。だからあんまりその急いでクリアしなきゃいけないって理由も、まあ、確かにクリアまで進めてね、まあ特に、それもありっちゃあれですけど、いや、山場はやっぱりはぐれメタルでしょ。普通に倒しにくいし、あ、でもあれか、ストーリー進めて、ね、強い装備とか手に入れて、さらに狩りを効率上げるって、まあ、手も、あるっちゃあるんですよね。うん、はい、ポトフさんいらっしゃいませ、どうも、こんにちはです。うん、はい、ゲーオフさんいらっしゃいませ、こんにちは、珍しい、この昼の時間。うん、ハグメタで3年はかかる？わかんないっす。いや、ハグレメタルも、ただ、ドラケ6、まあ、レベルが上がっちゃえば、多分あのね、知ってる人は知ってるでしょうけど、多分ね、攻撃力が多分500以上になれば、はぐれメタル普通にね、物理でダメージ入るようになりますから、そうしちゃえば、ね、結構はぐれメタルね、倒せるのは、ほぼほぼ、ね、ほぼほぼ確実に、まあ倒せるようになるでしょうから、もっといきますよ、多分ね、まあ、あの、ね、ドラケンのダメージ計算がその攻撃力の半分の数値と、まあ、魔人ね、魔人切りもありますし、ね、はぐれメタルの守備力がね、その1023だから1024ですから、だから論理的に500超えれば普通にダメージが与えられるようになりますから、まあ、ただこの今いる仲間モンスターでその攻撃力500 超えられるやつがいるのかっていうのはちょっと分かりませんけど、ドラクエ 5.6 と続けてやってるけど次7やるの？いや、7のあれは、7のあれはモンスターパークでしょう。ちょっと興味ないから。頭のいいんだね、大卒？いや、中卒です。頭悪いです。まあだから500ね、まあ、まあだからそこまで心配はしてませんが、まあ攻撃力500まで上がるのに
どれくらい？お湯うまい？お湯？いや、うまいうまずいじゃなくて、お腹が冷えてるからしょうがなく飲んでるだけですからね。まさ、なか、絶好科大学卒。何言ってんですか？ため息ついたの？え？いや、ため息っていうか、ちょっと、いや、特に体はないですから、あんまり気にしないで。どうしましょうかね、ストーリー進めるのもありっちゃありですけど、こう言わせない。いや、そんな言っていませんよ。なんでそんな、南極の氷だからって、そんな美味しいとか鍵なんでしょってか。南極の氷ってそのどうなんですか。だって海水が冷えてねできたね氷ってんだったら立地せよね、しょっぱいんじゃないんですか。南極の氷もそういうもんじゃないですか。今日の一言雑つ、雑ですね。はい、118組さんいらっしゃいませ、こんにちはです。どうしましょう、ストーリー進めます、それとも どっかのタイミングではやらなきゃいけないわけですけど、うん、好きに、今日何を食ったの？今日は昨日の夜 の煮物の残りとあと味噌汁、はい、食べました。迷うな、まあ確かにね、ドラゴンの悟りとかね終盤行けばね一応手に入りますからね、それ入ればね、ドラゴンでね輝く息とか吹ければ楽にはなりますけど。終わってみればロス感半端ないよね。かもですね。うん。ね、なかなか来なくてね、もう嫌だって思って。え？うん、あんまり僕もそりゃ好きとは言えないですけどね。そんな贅沢言える立場じゃないですからね。うん、ちゃんと食べてますよ。もう。どうしましょうか。帝王、ゲームしない日は何してるの？え？ゲームしない日はただね、多分ゲームしない日って僕基本的にね毎日一応配信やってますから、まあやらない日ってまあね、だから基本的になんかね、リアルのね、用事があったりとかですし。まあいやー、そういう時は多分ね、多分ニコ生で他のね、生主さんの配信見たりとか、ね、そんな感じじゃないですか。ヒコヒコしてる。携帯は持ってないです。文句言わない。うちのクズ父より偉いぞ、帝王。偉いというか、いや、そういう贅沢言える立場じゃないってだけですから。多少の配信スパイしてんのか。スパイとは違うと思います。ちょい長い長い長い。スパイ、まあスパイじゃないけどね、ね、そういうね、生主さんのね、そういうリスナーさんとのね、まあね、トークというかね、コミュ力をね、うん、終わりでしょうね、うん、うん、はい、グレートハメンガーの友人のハメンガー Z から発射されたロケットポンチから漏れ出る白い液体さんいらっしゃいます。長すぎも、それがわからないクズ、うん、まあ確かにいるっちゃいるでしょうね、うん、まあそういう人ほどね多分ね空腹ね本当に食えなくなったらまあね、それがいかにね、贅沢なね、わがままだったかってね、理解するでしょうけど。ネットインフラ壊滅したら俺も生きていけない。ね。本当に。パソコンだけはね、確かに、絶対壊れてほしくないってかね。
からクズは捨てた。捨てたんですか。ゴキ食えるんだっけ。食えませんよ。いくらでわがまま言っちゃいけないって言ってもそれはさすがに拒絶しますよ。パソコン買って何年目。今買ったのはもうすぐ3年ですかね。多分。パソコンの金どうしたの。いや、親に交渉っていうかね、ま、親に。違いますよ。あのね、まあ、その前にね、使ってたパソコンがもうね、10年以上ね、経過してるから。やばいやろうが。ね、そろそろ、ね、もう、10年、ん?ちょっと入れてる?中古の安いのでは配信は難しいの?え?いや、どうね、どうせね、買い替えるのはね、また、ね、10年ぐらい使うくらい、ね、使い切るくらいのスパンで、ネット代も、当たり前でしょ、ニートなんですから。親に帰省してますよ。パソコンよりゲーム機のハードめっちゃ持ってるのが気になるわ。めっちゃ持ってるったってね、昔ね、買ったやつがあったってだけですから。ね、言ってね、ゲームしかね、今までね、趣味がなかったね、僕ですからね。そこは別に何も。ね、ゲーム以外何にもね、ほとんどね、趣味ってね、言われるね。何も僕には娯楽ないんですから。ゲーム好きだったら普通にあれぐらいね、リアルで持ってんじゃないですか。光なんですかね。マンションタイプの、マンションタイプのなんかビーフレッツだかなんかですかね。多分。スイッチもレトフリも持ってないよ。いや、そうじゃまあ別に、いや、レトフリは別にね、いらないっていうか、レトフリはまあ確かにね、配信するためにね、まあ、しゅうね、やっぱり。ああ、そうですか。まあ別にそれをね、それでもいいと思いますが。ね、やっぱり当時はね、ゲームね、新しいもの好きでしたからね、やっぱり。どうしてもね、ハードもね、新しいの出たらね、買わなきゃみたいな。いや、別にいいんですよ、持ってなくたって。別にね、死ぬわけじゃないんだし。ね、はい、147コメさん、いらっしゃいませ。はい、どうも、こんにちはです。ね、ゲームなんか。ワンダーメガ持ってませんよ。持ってるハイドはね、コミュニティのトップに乗ってますから。乗ってないのだと多分あとね、DS と 3DS ぐらいですかね、ゲームボーイなんかもね、そりゃ昔は持ってましたがね、まあ売っちゃったとかね、まあぶっ壊れたりとかそういうのもありますし、71。サムネが消えてなくなった。え?ああ、そうですね。あれ?確かに、ポトフさん、サムネありましたよね。盗んでませんよ。ちゃんと昔買ったやつですよ。なんでサムネが消えたんでしょう。てか僕のサムネは大丈夫、消えてないですよ。大丈夫かな。こっちは別に何も設定多分いじってないから、こっちの原因ではないと思いたいんですが、何が割れとくですか。
画像ちょっと変えたら今度消えてしまった。まあなんででしょう。まあ消えちゃったんだったらじゃあ元の方に戻すか、しないとすればとりあえず大丈夫じゃないですかね。ね、言って今日木曜日ですからね。新作ゲーム買わないっていうか、買いたいゲームがあっても買えるお金がないんですから無理ですよ。うわ、まあ言ってそりゃ本当に欲しいゲームあればね、多分ね、なんとかしてね、自分でお金工面して買うでしょうから。まあ逆に言えばそこまで今新作でね、これやりたいっていうのが、まあないじゃないってことでしょうね。髪の毛もない、仕事もない、学歴もない、彼女もない、お金もない、なんにもない。ちょっとお小遣いを。今欲しい最新ゲームはある？いやだから欲しいゲームがあったら多分ねお金用意すね、用意してても絶対買うでしょうからね、だから今本当にどうしても欲しいってレベルのゲームはないですよ、まあ買えたらいいなーってねぐらいのゲームはねまあちょこちょこありますが、でもお金がないから、まあそこまでしてねお金を貯めようっていうほどのまあ違いもない、違いがない程度のゲームっていうことになっちゃうんですが、まあそういう意味じゃね、やっぱりね、ゲーム配信的にはね、だってね、1本でね、6000とか。URL が壊れてるね。ああ、壊れてるんじゃなくて、もう消しました、もう。秋野さん、こんにちは。159個目さらします。秋野さんではありません。クククエストやって何ですか、それ、知らない。申し訳ない。まあだからもうちょっと、この間のね、文玉さんとの騒動もあったから、もう、僕の持ってないゲームからのね、もうリクエストはもう完全に却下し、ね、しようと決めましたから。ね、あんまり、そういう。はい、161個目さんいらっしゃいませ、こんにちは。おしおきだべーって。だからね、まあこれから僕が持ってるゲームね、もう残、もう持ってるゲームね、残り少ないんですが。もうしょうがない、ね、それでね騒動っていうかねトラブルにね進展しちゃうことあるんですから、あ、僕の持ってるゲームはあのコミュニティのトップに、はい、載ってますから、ゲーム送らなくていいの、全部終わったら引退、おしげえー、どうぞ、わかんないですね。はい、164個目さえいらっしゃいません。何がお値段以上か知りませんが、ここはニトリじゃありません。ゲーム送らなくていいのっていうか、いや、僕は個人情報は絶対公開しませんから、住所はありません。おしげちょっと待ってね、全部終わったら引退、まあ、いや別に、ね、終わったから、一回やったゲームだからってね、またね、やっちゃいけないって理由はないんですから、ね、別のゲーム、ね、同じゲームで、別の縛りで、ね、やれば、いいんじゃないですかね、はい。普通に、お尻普通にある場合、どうしたらいいの？いや、面白いですよとかをね、おすすめですよ程度ぐらい別に言うのはいいですけど、違いますよ。大丈夫、困ったら魔界村やればいいんだよ。アーサーさんいらっしゃいません。困ってなくても、魔界村もやることは決まっちゃいましたからね。魔界村シリーズ制覇頑張ってください、応援してます。いやですよ。縛りきつくしてやるって。まあ、きつくは、きつくかはわかりませんがね、縛り変えればね、別にね、やっぱり、ね、またゲームのね、楽しみ方も変わることもあるでしょうからね。その辺はね、生のね、僕の縛りのアイデア力勝負でもあるんじゃないですかね。魔界村縛るの？違いますよ。魔界村は縛りませんよ。通常プレイですよ。通常プレイでもね、クリアできない腕前なんですから、本当に。帝王の顔が分かったらデスノートに勝ちたい、はい、自分の勝ちたいしY ボタン縛りしろ、どのゲームですか、端末縛り、ダ
だからマーカイ村は縛りしてるの？マーカイ村では縛りしませんし、きっこう縛りもしてませんから。脳みそ縛り。脳みそ縛りはもうすでにやってますから大丈夫ですよ。やりたくないとはっきりと明言しないとまた空気悪くなるだけだぞ。まあ、いやただまあね、まあ魔界村はねもうしょうがないね、タワーでね80メートル行ったんですか、もうしょうがない、いや約束はさすがにね守らないとですからね。やりたくないとっていうか、まあだからお断りしますよ、ね、楽しんでないよね。そうですか。なんで言ってこれ僕がやりたいって初めてやってる配信なんですよ、ね、だからもう今後はだからもうリスナーさんのリクエストはねだからもう受け付けませんから、僕の持ってるゲームの中以外からは、そうでもないとあれでしょう、まあわかんないですけどね、また気分が変わればねえリスナーさんがソフト提供してくれるなら喧嘩したの、まあいいですよって、喧嘩、まあ喧嘩は、まあ、まあ平たく言えば喧嘩みたいなことになったんですかね。桜のリスナーしか楽しんでないってどうなんでしょうね。この配信見に来てるリスナーさんは楽しめているんですかね。まあね確かに、まあある意味ね、潮時ってことかもしれないですし、あれはあれで水流した方がいいような、まあ一応ねそういうふうに。はあ、でテトリスもマンネリっていうかあれでしょ。はい、どうも、185おめさんいらっしゃいませ、こんばんは、こんにちはですね。ちょっとお腹冷えてるから、ヒャダインはやめて。帝王生主やめるのか。いや、今すぐってことはないでしょうけど。メラゾマとヨナズン。どっちもやだ。メラ程度にして。そっちまだ暑くないの？こっちはまだ、梅雨ですから。何？テトリスなら24時間しても、してもいいけど、するとも言ってないでしょ。YouTuber になったら？ YouTuber？YouTuber になったって言っても変わらんでしょやることは。はい、カタカタさんいらっしゃいませ、どうもこんにちはです。はい、まあねやめじゃなくてもねちょっとねそんなことないんじゃないの。だって関東全域まだついじゃないの。話題は参議院選挙のことばかり、ニュースどうした。そりゃね、報道するメディアにとってはね、そんな豪雨災害でね、出る被害者なんかにね、そっちの選挙の方が大事なんでしょ？そういうことでしょ？参院選が確かね、2週間後ぐらい？またね、もうすぐ選挙でやかましくなるんでしょうね。なんだかな、参院選に出馬しないの？しませんよ。帝王はじめじめしたところ好きそう。嫌ですよ、じめじめやっぱ嫌ですよね、本当に。すごいね、なんか暑くもないけど、なんかじとじとしてね、ね、寝れなくなりますからね、本当に。空気が乾燥しすぎるのもね、ちょっと嫌ですけど。あんまりじめじめ。鹿児島へボランティアに向かいます。ボランティアでどうやって行くんですか。カビ生えてる。カビは生えてますよ。無理でしょ。もういいね。政府のやりたい放題です。もう庶民はもうそれにね、
従うしかないんです。嫌ならね、クーデターでも起こせってね、起こすぐらいしないと。はい。さあ、知らない。知らない。N 国って何でしょうね、わかんない。しましょうね。やるゲームがなくなったら、このまま破綻して中国や韓国に負けちゃいそうで悲しいよ。NHK をぶっ飛ばす。NHK から国民を。ああ、それか。なるほどなるほど。それで N 国って略すんですか。まあ、間違っちゃいないけどね。帝王出馬して消費税下げて。無理ですよ。僕が出たくらいじゃね、そんな消費税なんか下がんないですよ。もうこれからどんどんね、むしられるね、一方ですよ。消費税廃止だ。無理無理。ね、ほんと。そう考えたら、ほんとね、この先も。ね、明るい未来なんて何にもないですからね。ね、なんかこういう暗い話題は嫌だから。なんかやりましょう。100万のもの買ったら10万円払えとかって。そうですよ。俺の記憶が確かなら消費税 3% の時にこれは一時的ですぐなくすって言ってたんだよな。そんなもう嘘に決まってんじゃないですかね。ね、はるか昔なんかね、高速道路だってね、そういうのね、ねそういう、なんかね、借金がね、払い終わればね、高速道路はね、高速道路はね、無料にするとかね、言ってたんですよ。ね、それだってね、今ね、値下がりしてますかって話でしょ。そんなもんですよ。これからどうなっちゃうんでしょうね。まだ税金上がる前に車買った方がいいよ。車買うお金なんかあるわけないでしょう。ゲームですらね、買うのにね、お金がなくてね、我慢してるような立場の生主がどうやって車なんか買うんですか。道路で思い出したけど、選手村直行専用道路作るとかむちゃくちゃ言ってたな。何ですかそれ、初めて聞き、家建てたんですか。強制収容所作る政党に入れます。ああ、そうですか。頑張ってください。てか、そんなの強制収容したって言ってて、帝王のお金がないはツッコミどころが多すぎて、なんか微妙な気分になる。いや、普通にまあ、いや、ネタとかじゃなくて、いいですよ。はい、不変性ナルコです。オリンピック決まった時にそういう道路作るって言ってたけど、さすがに潰れた。ああ。ねえ、オリンピックなんか、ねえ、なんかね、国がね、ねえ、オリンピックの収入で国がね、潤うとかね、すごい都合のいいことばっかり言ってたけどね、オリンピックなんかね、金が出ててね、その上ね、作った墓物はね、赤字でこれからずっと維持してかな、ね、してかなきゃいけないとか。ねえ、本当にね、一握りのね、金持ちたちがね、金をせしめるためだけにね、オリンピックなんかやってね、本当に。帝王オリンピックはどれに出るの？出ませんよ。なんで160キロの豚がスポーツの祭典に出れるって言うんですか。本当に嫌な世の中ですね。オリンピックなんて時代遅れ。ねえ。ダブリンピック、何ですか？パラリンピックだよね。パラリンピック出れますかね。体重ね、確かに。めっちゃ金かけて結局普通の競技場になったの、なんでなんですかね。ね、だからね、そのね、競技場作る予算をどっかの人がね、金パンクする、中身せしめてる人がいるんでしょ。車椅子、しそうですね、確かに。失礼。
トロ積んで 1000m 走るパラリンピックのが面白そう。そんな誰が出たがるんですか。なんでむせたの。なんででしょう、うん、なんかちょっとの喉がね、なんかちょっと今日、うん、痛いというか。木材の中に鉄筋仕込むとか無駄なことして普通。ねえ、結局もうねえ、あれ木材の意味って本当にななんですかね。結構ねえ、木材だってね、それこそね、またね、時間ね、年数経てばね、腐ってね、あれでしょうかね、その都度ね、木材張り替えたりとかするんでしょう。ねえ、そう考えたら本当維持費がバカ高くなっちゃうんじゃないですかね。誰ですかね、そんなアホなこと考えたの。本当に普通にね、鉄骨ね、いいじゃないかって話ですよ。俺あなたですか。どうすんですか、お金でね、うん、オリンピック終わった後どうやってね維持してくんですか。ただただね、都民、まあ都民でしょうけどね、都民の税金からね、無駄にね、搾取されるだけですよ。まあ僕は都民じゃないからね、一向に構いませんが。あと何かないかなと。そういえばさっき言ってたけど、何、本当にニコニコタワーってなくなったんですか。みんなで遊ぶのところにあったとか言ってたような気はしたけど、ね、あれ、あ、ありますよね、まだタワーは、うん、まあ別にいいんですけど。朝方のニュースで試しに客席で温度測ったら40度とか言ってて笑った。人入ったら蒸し風呂どころじゃない、ね、何、朝方ニュースで何、試しに客席で温度測る40、絶対熱中症になるでしょうね、あんなのね、あれね、暑さ対策って何かしてるんですかね、あれ国立競技、ね、競技場って、うん、何にもしてへんねえ、いや屋根がないからね、あれね、エアコンだってねえできないんじゃないですか。できないっていうか効果ないんじゃないですか。でけえ換気扇、扇風機みたいなしたらしいね。どうなんでしょうね。クーラーつける予定だったけど、すげえ金かかる上に効果ないからやめた。タワーあったのか。ありましたね。あのみんなで遊ぶのカテゴリーの一番下にねありましたよ、うん、換気扇扇風機ね。熱中で殺すつもりでしょ。ね、涼しい風が送れるのはまだいいですけど暑い風なんか送られたって。いや、高校生たちはそりゃ、普段からそりゃ毎日ね、そりゃね、厳しいね、トレーニングとかね、練習してね、そりゃ、ね、忍耐力っていうか、耐久力つけてるから。空気の流れね。ねえ、それだからね、そりゃ、高校球児はまあ、平気かもしれませんの。ねえ、オリンピック見に来るキャンが、そりゃね、普段かそういうハードワークにね、耐えのでね、ちゃんとね、体力つけてるね、そりゃ、ねえ、スポーツマンって言うならまだね、わかりますけど、絶対救急車で搬送される客を、絶対それが多いでしょ、そっちの多いでしょ。なんだかんだ言ってね、もう来年のね、来年にはもう多分ね、オリンピックで出るゴミ全部帝王の部屋に収集予定。やめてください。
はい、ダンテさんいらっしゃいませ。はい、こんばんは。でもね、多分ね、1年後の今頃にはね、多分ね、大半の人はね、オリンピックだ、オリンピックだってね、バカみたいに騒いで、ね、そういう問題忘れてね、多分ね、バカ騒ぎする人が多いんでしょうね。去年の韓国は寒すぎて客来なかったんだっけ？去年の韓国って、ん？去年って2000？あ、東京オリンピックでしたっけ？いや、あんまりね、わかりませんが、寒すぎてですか？でも寒くないとね、だってね、雪だってね、積もらないでしょうから。なかなか大変じゃないですかね。どう？はい、どうも、240。ロッコムさん、いらっしゃいませ。はい、どうも。こんにちはです。帝王が行かなかったから弾が取れなかった。そういうことやな。世界が凍結するくらいやばかったとか言ってた。へぇ、すごいですね。そんなやばかったんですか。ね、まあ、向こうはね、そりゃね、寒さでね、問題になったって言うけど、東京は東京でね、警察に捕まったら帝王に命令されてチケット転売しましたって言いますね。何のことですか？なんでですか？何買ったの？買ったんですか？なんかチケット転売で。はい、哲さんいらっしゃいませ。はい、こんにちは。うわー、これ悩ましいですね。いや、怖いからやんないどこ。ねえ、これ修正したいですけど、なかなか難しいですね。お、うまい。うわー、すげえ。できればね、その下も直せりゃね、言うことないですが。都知事やすげしょうおばさんになっていいことあった？さあ、僕は都民じゃないからわかんないです。オリンピック転売だらけでガラガラになったらどうすんだろう。オリンピック転売だけで、どうなん？だから、なんか、そのね、転売対策っていうか、なんかそれで、確か転売、なんか、金、いや、言ってませんよ、僕。株なんか持ってませんよ。その修正じゃありません。残念。はい。だからオリンピックのなんかそういうね、多分転売対策でなんかね、そのチケットなんか、ね、まあそういう転売禁止のなんか法案だからなんか、法整備なんかもう施行されてんでしょ、確か。まあね、程度によるでしょうけどね。無修正が好きなくせに。何のことですか。はまあ、ただ、っていうか。何ですか、まだ皆さんのタワー熱は冷めないんですか。もういいでしょう、もう100いってもやりませんよ。帝王の転売で稼いだら無理ですよ。詳細がないから。大体、元で軍資金がないから。まあ、そりゃね、まあ言ってね、そりゃ対策ね、そういう、抜け道はいくらでもあるでしょうけども。まあでもね、なかなかね、これからは。いや、普通に梅雨順で倒そうかなと思ってますよ。軍資金30円ぐらい？いや。10円です。そうなの？アンケで、まあ、それでもいいんですけど、安いソフト大量買いしてって言ったって、その大量買いできるお金がないですから、もう。いいんですよ。もうやるゲームがなくなったら僕はね、潔く身を引きますよ。ぶわ。しょうがない。金がないんだから。うん、まあ、唯一ね、頼みの綱がね、一応、ね、多分8月か9月かに入る。うん、まあ、クリショーがね、あれすればね、ね、多少はゲームね、買える資金が手に入るかもです。だから、たかろうとはしてませんよ。ファイアーエムブレム2部あるやん。もうリスナーさんにたかるのはやめますから。うん、そんなの、知らないです。アメリカに大量廃棄、なんでですか？
なんで廃棄そんな、うわ、わかりませんが。ですよ。ね。ね、引退じゃなくてもね、ちょっとね、休止っていうかね、それでね、ちょっとね、ね、心身ともにリフレッシュみたいな感じもいいかもしれないですし。ゲーム会社が昔処分に困って埋めたとか。なんで処分で何、ゲームが売れなくて何、余っちゃったから、処分するのにも金がかかるからってこと、当たりの ET、 あ、当たりはなんか聞いたことあるな。ET ってあの ET ですか、あの指先ね、指先くっつけて、のあの ET っていうか、どんなゲームなんですかね ET のゲームって。毒素ゲーみたい。と、まあそりゃね、売れないってことは毒素ってことね。何最後に、すんげえクソゲなんだよ、ね、ああね、そうです、クソゲですか。うわ、おー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 、うわ、これ個性聞かせたいですけど、これ難しいかな。手を上と右合わせた子だっけ。何ですかね、僕が ET なんですか。うわー、これなんか、いやでも嫌だな、なんか変にやったらなんか邪魔したって言われそうだし。まあね、やっぱ斜めになりますよね。おお、低音はギズモ？ギズモ、いや、ガス団子です。昨日の晩飯何？昨日の晩飯ですか。すごい一気に、なんでか知らないけど一気に崩れちゃいましたね。昨日の晩飯は、ね、あのこんにゃくと高野豆腐とひじきの煮物と、それだけでしたっけ。はい、9.4 メートルです。違いますよ。うなぎはまだですっていうかな。うなぎは。自炊、自炊ではありませんよ。そっか、それでね、昨日、あんまりね、昼と夜食ってないから、夜食でね、ちょっと違いますよ。出前取れる金なんかないですから。夜食でね、ちょっと、ね、ちょっと残ってた、ね、ビンチョマグロの刺身をね、ちょっとペロッとね、耐えられたんですよ。あ、だからか。だから刺身、夜中に刺身食ったから、それでお腹ちょっと下ったんかな、また。ダメですね、刺身。刺身食べる低音、毎回刺身当たってんじゃねえか。ちょっと当たりすぎですよね、本当に。もう刺身食えないのかなね。刺身自体はね、大好きなんですけど。刺身やめとけ。もうやめなきゃいけないんですかね。悲しい。うおあー、すごい、残念。お、すごい、うまい。年取って寿司で気持ち悪くなるようになった。いやー、気持ち悪くはなりませんな。いや、ねえ、でも。でもね、下る頻度はね、明らかにね、昔より増えましたもんね。焼肉、いや、に肉だったらまだ僕大丈夫かなですが、生魚がダメになったってなると悲しいですよね。すごいですね、本当に。本当に高層ビルディング建ててるんじゃないかってぐらい。隙間がないっていうのがすごいですね、本当に。年取るとほんと油物に弱くなった。
悲しいですよね、本当にそれも。たった、リスナーに競技場を建ててもらえ。何のために競技場？おう。ま。うん。これを80メートル超えるってすごいね。ね。すごいですね。あの時のね、本当に、結束力というか、本当に。帝王は今日も営業行くの？何の営業ですか？いや、今日は別に何も用事はありませんから。今日は別に、はい、普通に。ね、言ってね、外も雨ですからね。ああ、ホンマー？ホンマーです。ホンマーです。眠いの？眠いです。眠いけど、まあとりあえずね、まあね、まだ配信ありますからね。今日の昼飯は昨日のそのね、ひじきとね、高野豆腐とこんにゃくの煮物の残りとあと味噌汁でした。何時間寝たの？いや、一応5時間ぐらいは寝てますけど、でもなんか眠い。5億何が5億時間ってどう何年ですか、99。うわ、うめ。10億時間ってなんだ、どれだけですか。またラストヤドヤ行きます。ああはい、11あの 3DS の方で やりましたから、プレステ4ではやってないですが、ね、ただね、3DS の方ですからね、ただ配信じゃねできないんですよね、配信でね、やるならね、プレステ4の方で買うか、ね、なんか、ね、スイッチで、なんかね、
スイッチ版はね、なんか出るんですね。ただそっちはそっちでね、まあどうせまたお高いんでしょう。多分8000円だからするんでしょう。ね、そんなお金がね、底辺な話に持ってるわね、わけもなく、プレステ4の方だってなんかね、中古でまだ3000円ぐらい、結構お高いんでしょう。7億。7億ですか。マジですか。じゃあ無理じゃないですか。うわ、うまい。ね、配信でできりゃね、いいんですけど。まあ、そういう意味ではね、うん、あ、すごい、うまっ。換算ならいける。ジンバブン。いけたからってね、ドラケーが買えるってわけでもないですからね。うわー、残念。101。あれ、ね、惜しい。はい、26.3m ですね。やっぱこれくらいで、これくらいで崩れるのがやっぱりね、普通なんですけどね、本当に。なんで 83m もあの時いたんですかね、本当に。本当にあの時はね、リスナーさん全員のなんか集中力っていうか、ガチ具合がね、尋常じゃなかったですからね、本当に。怖い怖い。口は災いのね、元というか余計なこと言わなきゃよかったですね、本当に。まだやるんですか。いいんですけど。だから本当はね、そのね、まあドラクエね、11に限らずですけどね、ね、DS とかね、3DS とかのね、配信がね、できればね、理想なんですが、うん、まあね、なんかそういうツールもね、なんかね、なんかリトルキャプチャーとかなんかね、そういうのあったらしいんですがね、なんか、今なんかね、もう、その販売元がなんか潰れちゃったとかなんとかって話らしいですから、もうね、普通に売ってないらしいんですよね、うん、おお、ね、だからもうね、任天堂がね、そういうなんかね、公式にね、 3DS とか DS のね、テレビに映せるキャプチャーみたいのね、販売してくれりゃね、一番ありがたいんですけどね。そしたらね、配信できるソフトもね、結構幅が広がるでしょうから。奥かなんかで買えるんじゃ。奥で、いや、ヤフオクとか売ってますかね。でもでもね、お高いですからね。それもそれでね、多分 2万ぐらいするんでしたっけ。高そうね。え、貧乏なまねしね、ちょっとね、手が出しづらい領域ですからね。メルカリでタダにしてもらえ。できるんですか、タダに。うわ、すごい。ドンピシャで入りましたね、っていうか、うん、わ、すごい。補正した。うわぁ。黒かったことあるけど、グッズ対応悪くて最悪だった。え、対応悪くて。あ、何、サポートがあっても。45万か。
ね、いや、よー、4、5万マジっすか。ギトル、いや、なに、それはちょっともうね、全然手が出ないわ。3.9 メートルと。いやね、なんか似てるのね、出してくれないんですかね。帝王の食費1年分、はい、いや食費し1年で僕いくらぐらいあれしてんでしょうね。僕の食費ってあんまり考えたくないですが、金払うまでは良い顔するけど、うん、買ってからはサポートがほぼまるで無視で対応してくれない。ああひどいですね。18億って僕の親は何して稼いでるんですか。じゃあ昨日何個食べた。昨日どうでしょうね。だから昨日はちょっとお腹空いたから夜中にね、夜食ついでにね、ご飯もちょっと炊き直しちゃったから3合ぐらい食っちゃったかな。はい、はい、どうも、ふわ銀堂さん、はい、いらっしゃいませ、こんにちはです。はい、今日もね、ひたすら作業やってますが、倍に、何の倍にです。しょうがないでしょ、お腹すいたんですから。お腹すいたんですか、食べたっていいでしょう。いや、夜中に炊いたのが3合ってだけであって、別に3合全部平らげたとは一言も言ってませんが、まあ2合ぐらいは行っちゃったかもですが。ちょっと我慢しろ。我慢したから夜中にね。なんでそんなにお腹空いたんだろう。いや、だから昨日ほらね、ほら、ね、配信ってか、昼間ね、あの、ね、ドラクエ配信始まるギリギリでね、起きたから、ね、その配信始まる前にね、物食ってなかったし、夕飯は夕飯でね、ちょっと煮物だったからね、ご飯もあんまり食わなくて、うん、どこの部屋で稽古してるんですか？何のことでしょう。だからそれをね、お腹が空いちゃったから、うん、ね、ちょっと夜食でね、ちょっと、うん、まあね、食い地が張ってね、ちょっとね、うん、食べちゃいましたけど、うん、帝王のベイだけ怠慢にしてもらえ。クリスと夜の稽古してるって？してません。わあ。ああ。うん。まあまあ大丈夫大丈夫。あら残念、うん、あと何万も取るくせに踏み壊れる、はい、怒りが収まらない。マジです。え、何サポートでさらに金取るんですか。それひどいっすね、まあ、そんなにねサポートがねずさんだったらそりゃね潰れてね自業自得っていうかそりゃ当選って話ですがね。今日は調子が自重しとこ。すぐ接触がなくなりそう。やっぱり帝王がいないと80メートルは無理だ。いや、そんなことないでしょ。80メートルの時僕は何もしてないでしょ。でもね、3DS とかね、DS のゲームを配信でやりたいですよね。本当に、任天堂がね、なんとかしてくれたらね、一番ね、いいんでしょうけど。まあそんなのね、出したからってね、任天堂的にはあんまりね、お金、てか利益にね、ならなそうですからね、今更ね、DS やね、3DS のゲームがね、テレビでね、できるようにね、なったからって、そんなにね、需要があるとも思えないですからね、こういうゲーム配信してる人以外には。あれかな、それだったらね、多分ね、まあね、DS、3DS のね、あれを、ね、そのダウンロード配信みたいな感じでね、うん、お金取ればね、まだね、そっちだったらね、任天堂儲かるかもですけど。一応ファームウェア改造で映像出力できるみたいだけど。いやー、僕にはそういうね、技術とかスキルありませんからね。
宣伝費のリソースと思えば十分だと思うけどな。そうですかね。結局ゲーム配信って無罪なの、グレーなの、グレーでしょ、無罪じゃないでしょ。まあ任天堂に関してはね、まあね、一応多分ね、公式にこうし、まあね、ちゃんと許可ね、まあしてもらってね、やれてる環境ですけど、多分他のメーカーに関してはね、まだまだグレーですからね。まあ最近はね、聞きませんけどね、やっぱりね、ね、ユーザーからの通報でね、ね、クリショね、もらってるっていうか、そういう稼いでるとね、なんか、ね、バンされたとかね、よく聞きましたからね。すごい。ああ、でも若干傾いてますね。回線か間違えた。え、ああ、大丈夫です。まだまだ全然ですから。はい、ジルさんでいいのかな。はい、いらっしゃいませ。はい、どうも。僕じゃないですよ。ね、多分ね、わかるんですよね。確かに。ああ、おお、ああ。でもまだライフは残ってる。バイバイ。いやー、くじけんの心。激しいエフェクトはやめて。何ですかエフェクトって。そう言われたってしょうがないでしょ。こっちはこっちでね、ゲームやってるんですが。あー。悪悪じゃないの？え？何？悪？悪な、あ、そうなんですか。すごい。あれで悪っていうもんだ。すいません。申し訳ない。無勉強、不勉強な中卒ですから。ごめんなさい。あれで悪って言うんですか？違いますよ。やめてください。そういうイチャモンつけるのは。ということで、はい、19.4 メートルですね。ダメに。あー、それで悪って言うんだよ。いやいや、申し訳ない。ごめんなさい。あー、どうしよう。でももう時間ですか？ちょっと申し訳ないけど、もうちょっとタワー無理かな。え、あ、デジルは、ん？だ、だし？だしでしたっけ？だしで開く？そうですね。ね、感じて。だし、そっちのだしも。え、部屋にいるうちは、まあ確かに。いや、部屋の外出たってなかなか開くなんて使わんでしょ。知らないです。それは知らない。カウパー。もうちょっと時間なんで、最初で言って言ったね。ちょっとタワーはもうちょっと無理です、ね。白濁駅。じゃあ次、次クマやめようか。次クマやっててください。じゃあやってください。
白い駅ではわかりませんの。釣り熊じゃないか。たまにはいいでしょう。もうちょっと、あとね、ちょっともう4分ぐらいで、終われるんで、多分ちょっとタワー、次やったらもう、枠内には収まりそうにないんで、113、あーもう時間だ。ちょっとじゃあもうこれで僕は撤収します。はい、あ出た。魔王を討伐しにでも行くの？いや今日は終わります。どうしましょうかね。36時間ですかね。3連休でドラケンのストーリー進めるって言ってもこっからクリアまで36時間もかかんないですからね。何やりましょうね、本当に3連休。まあ、とりあえず撤収して、はい、終わります。今日は、はい。はい、生やんかさん、はい、196,500ポイント。はい、ね、おめでとうございます。としたらどうでしょう。だるまでもやります。ちょっとセーブしてからですね。最後にお尻見せて。いやです。いや何の尻ですか。いや、しょうがないでしょ。1024分の1なんですか。そう簡単に仲間になりませんよ。はい、ということで、はい、1時間半ご視聴どうもありがとうございました。お疲れ様でした。